ハリームとは、アラブ料理、イラン料理、パキスタン料理、ベンガル料理、インド料理などで見られる、肉の入った濃厚なシチューである。また、アナトリア半島、イラン、コーカサス地方やイラク北部では、違った種類のハリームが見られ、ケシケクやハリーサと呼ばれ、親しまれている。このほか、インドで好んで食べられているヒチュラやハイデラバード、ハリームもハリームのバリエーションの一つである。 これらのように地域によって使う食材にバリエーションが見られるものの、ハリームには小麦、大麦、レンズ豆、肉だけは必ず用いられる。パキスタンのハリームハリームは小麦、大麦、肉、レンズ豆、香辛料から作られる。この料理は肉の形が崩れ、小麦、大麦、肉、香辛料の成分が混じり合うまで7から8時間かけてじっくりと煮込んで作られる。 ハリームは一年を通してバザールのスナックフードとして売られている。ハリームはラマダーンやムハラムにはイラン、パキスタン、インドをはじめとする全世界で用意される特別料理でもある。インドのハイデラバードにおいてラマダーンの時期に作られてきたハリームは燃料として焚き火を使って大釜で調理するのが伝統となっており、これは宅配便などを用いて 全世界に輸出されている。ハリームはバングラデシュでも非常に人気がある料理で、特にラマダーンの間に主食として食されることが多い。インドのハイデラバードやパキスタンのカラチは美味しいハリームを食すことのできる都市として知られており、特にラマダーンの期間中は街でよく売られている。ハリームはもともとはアラブ料理であり、ティムール朝の時代にイエメニアイラン。 アフガニスタンからの移民により、ハイデラバードへと持ち込まれたものである。ハリームは、ニザーム王国時代に、アラブ移民の間で非常に人気のある料理だった。ハリームには甘いものと塩の効いた種類のものがあり、ハイデラバードのバールカス地区では、朝食として出される。香りの良さとその味わいから、インドの他のコミュニティにおいても食卓に上ることが多い、料理である。塩の効いた、ハリームは、 モハンラムやラマダーンの月に非常に人気がある。高カロリー食であるハリームは、断食を行うラマダーンの期間中、非没後摂取する食事である、イフタールとして最適な料理である。ハリームの材料は牛肉もしくは洋肉、小麦、大麦、レンズ豆、香辛料、ギー、絞りたてのレモンジュースであり、好みにより、マサラで味を調節して作る。凝ったものになると、 1> 約一週間煮込んで作るとされている。ドライフルーツや野菜を使ったハリームもラマダーンの期間中に販売されている。ハリームはハイデラバードにおいてムスリムの結婚式やその他祝賀会などの刑事に際に前菜として出される伝統料理でもある。2010年9月ハイデラバードハリームは地理的表示を与えられる食事として登録された。南アジアではハリームとヒチュラは 同じ食材を用いて作られる。ヒチュラでは肉は塊のまま用いる。一方、ハリームでは骨を取り除き肉を潰した形で使用される。この後の手順は両方の料理で同じであり、小麦、大麦、レンズ豆などとともに肉の形が崩れるまでじっくりと煮込む。バングラデシュで作られる伝統的なハリームではまず肉を除いた材料を 一晩塩水と共に漬け込む。コルマと呼ばれるソースは肉を煮込んで作られる。そして、肉以外の材料を柔らかくなるまで塩水で茹でる。これに肉と肉を煮込んで作られるソースを加え、ハンドミキサーでペースト状になるまでかき混ぜる。完成までに要する時間はおよそ6時間である。ハリームは地域ごとにその食材や味に大きな差がある。イランのハリームは、 バングラデシュやインドのハリームとは異なり、砂糖やシナモン、ナナメントリの肉などを用いて作られる。ハリームは高カロリー食であるものの、小麦、大麦、レンズ豆などを含んでいるため栄養価も高く、食物繊維やタンパク質を多く摂取できる料理でもある。ハリームはミントの葉やレモンジュース、コリアンダー、フライドオニオン、生姜の絞り汁、 グリーンペッパーなどを添えて出される。パキスタンでは、ハリームは通常ナーンと共に供される。ABCD、ハイダーバディハリムナウ、クローズツービイングパテンテッド、NDTV.com、2013年1月20日閲覧。イウン、ハイダーバドディスロムゼン、トライザハリム。レティフニュース、2013年1月20日閲覧。ビリアニ、ハリム&、モアオンハイダーバド、 S メニュー、タイムズオブインディア、http、タイムソフィンア、インダタイムズドットコム、シティ、ハイダーバド、ビリアニハリムマオンハイダーバズ、メニュー、アーティコルショー、9617160、CMS2013 年1月20日閲覧。ありがとうございます。